ルド、ネクストオーダー。はいい？強くなってよ。真面目にね。
真面目にね。やろうね。さてと、こっち。お腹すいたかな？お腹すいたかな？
べよっか。お腹すいた。待っておったぞ。ついに無限、急ぎ全域を探知してみだが、移行地区の場所はサーバー砂漠。そんなところで目をそってシャレにならないじゃないか。承知、流行るな。解決を目指し、それなら決まり。プロットモン、改めテイルモンに進化した。うそ、おお今日ま、はーい、リッツ。やれやれ、若いの。探知した情報から、もし間に合わぬと。よいか、嬉しいの。
いい？始めるよ。始めるよ。食べよっか。よし、始めよっか。お腹空いたかな？
お腹空いたかな。よし、始めよっか。なってよ。お腹空いたかな。食べよっか。お腹空いたかな。しっかりやろうね。
始めよっか。おい、よかった。目を覚ました。お前は誰だ？いきなりご挨拶だな、君は。ルーシュ。俺に聞かれてもな。私、寝て。君は、なんで？いや、俺に聞かれても困る。ルーシュ、豆も、豆を。暗闇。あ、大発見。助け。無限トラモン。やっぱり村があるという話だったが。ある、このすぐ奥。みんな泣く。ニット帽の変なやつが。だから私、助けを呼びに。そう、時間は腹減り減り。ゲンドラモンか。おう。雪村、
ほうけている場合ではないぞ。 だったな。おう、待て。ああ、ルーシュ、下がってろ。お前もここは俺と雪村に任せてくれ。やるぞ雪村、シンクの魔流の力を見せてやれ。おう、エキゾーストフレイム。進化したのに。すまん、ゴータ。させっか。よく見ていこう。やる。よし。この調子。成長期のデジモンだったのか。それが究極体に、ちょっと羨む。コータどう、悪い雪村。いや、俺が不甲斐ないのは事実だ。違うって。お前は無限ドラモンの異質情報波が消失した。町へ戻ろう。うん、シャウトモンを連れて。ルーシュ、当たり前だって。決まりだ。じゃあ先に。
戻ったか。よくぞ。まあでもそう、自分ルーシュとやらと、いやーほん無限ドラ、それだよ。ニット帽の人間が近づいてきて、そっから記憶がね。ニット帽の人間、私たちの、そういやルーシュ言ってた豆を、ニット帽に豆物ワッペンが、豆をってこと決まりじゃない。短絡的すぎるが、そういえばお前子供の頃出たって、そうか、鈴木翔馬、それ鈴木、あいつが可能性はありそう。でも本人に会って、ちょしかり、はい決まりで、ルーシュは卵というと、わかんない。他には思い出す、もしかしてじゃなくて、もっと覚えてるのは謎が一個、豆を見つけさえ、なんだその方法な、どんな方法、移行地区に異質情報波を立つ、それって大筋はな、これも一つの、ひとまずそういできれば、お前これ以上無限ドラモンの犠牲が出なくしくも、そう検討、だ、自由になる時間、私も今回釣れないの、さあでは開始、
真面目にね。始めよっか。始めるよ。真面目にね。
嬉しいの。
お腹すいたかな、お腹すいたかな。よく見ていこう。うん、よし。
始めるよ。始めるよ。こっち。ゆっくり眠って。
なってよ。始めるよ。
ね。強くなってよ。始めるよ。
始めるよ。しっかりやろうね。お腹すいたかな。やろうね。